はい、皆さんこんにちは。今日も三権ランドやっていきたいと思います。前回ですね、こちらの研究テーブルの方をアップグレードしました。まあこれらが作れるんですが、まあゴムが大量に必要ですね。で、炉の方を開放しましたので、まあ今日か、可能ならばかまどの方を作りたいと思います。これもゴムが8必要ですので、まあゴムを中心に集めないといけません。まあ、その他作りたいものは特には今のところはないんですが、可能であれば、まあ、魚を取ったりとか、そういうのは作りたいですね。あとは大丈夫かな？防具の方も強くしてありますので、まあ大丈夫。銃、そして、まあ、大丈夫かな？そんな感じですね。鉄ができたら、できるだけ早く、あとサメか。サメも倒して、バックパックの方も作りたいですね。鉄ができたら、この小さなエアタンクを目指すという感じでいきましょう。さあ、イチゴの方がかなり早く成長していますね。よしよしよし、これで OK。イチゴを取ると。種の方はここにあるので、まあ食べれば種の方はまた増えますからね。問題なしと。で、あといただいた情報で、こういう機内洋服ですね。こちらも売ってお金に換えることができるとい、教えていただきましたので、今日はまあいらない洋服もちょっと、売ってきましょうか。ここにいっぱい貯めていたんですが、ほとんど来ませんので、まあおしゃれのためかなと。いう感じはありますが、防御力から見たらかなり弱いし、邪魔になりますので、ちょっと打ってきましょう。よしよし。さあ、そして水を汲んで、まずは水をちょっと作っておきましょう。よし、これであと1回ですね。あと1回入れるという感じで、水を入れると。満たしてない。よいしょ。さあ、夜が明けてきて明るくなりましたので、まずは、販売してこよう。まずは船ですね。よいしょ。船に乗って、トレーダーの元に行きましょうか。どこだ？席、ここですね。よいしょ。どこだ？トレーダー、あっちだ。さあ、それと、あと今日はどこを行こうかな。ザ・マンションか、築43ですね。ここがまだ。そして、ハテナもありますので、ハテナの方もちょっと見ていきましょうか。よいしょ。さあ、まずはこれを、いらないものをとりあえずお金に変えていきましょう。よし。さあ、危ない危ない危ない。よいしょ。さあ、ちょっと海から行く感じだけど、ずれた。はい。よしよし。さあ、これでお店の人に洋服を買ってもらいましょう。いくらで買ってくれるのかな？楽しみですね。これで2、4、炉の刃のと10種類です。ああ、本当だ。お金で買ってもらえるな。not enough になった。これやばいな。2ゴールドなのか。さあ、10個売って2ということですね。まあ、いらないもんだから仕方ないか。これで行きましょう。欲しいものは何か増えたかな？これか。バリスティックファイバー。これが建物に、建物じゃない、防具作るときに必要ですね。あと設計図。これらは多分買わないといけないんだろうな。いくらで買えるんだ？ not enough。もうちょっとこれですね。7で買えますね。ということで、これは買っていきましょう。あとは、まあ作れるので、水中スクーターがちょっと欲しいかなという感じかな。これはどれぐらいだろう？ 12 ではひとまず買えませんので諦めましょう。よし。さあ、これは覚えていくと。よし、これで OK ですね。よしよし。では、このまま行きましょうか。さあ、地区43の方に来ましたので、ここを潜っていろいろ見ていきましょう。どこの建物を見て、どこをまだ見てないんかちょっと覚えていませんが、いっぱいあるからまだここも行ってないんですね。よいしょ。硬いな。あと、ゴムだね。ゴムを集中的に見つけないとダメと。やばい、スタミナがなくなった。ということで、こちらを漁っていきましょうか。よし。これで OK。一旦上に戻りましょう。
食事もちょっとしていかないとスタミナがありませんね。いちごさんも食べていくと。よし、あとはどこかな。今の壊すソファーぐらいですかね。うん、ここの一番上はあとはソファーだけと。よいしょ、皮が取れれば OK なんですが、皮取れません。よし、さあそして1階ですね。ベッド、これ布かな。布取れない、やばい。よし、酸素がない。さあ急いで戻ろう。よし、ちょっと HP 減りますが、まあ大丈夫でしょう。さあスタミナ回復、あー、これサメじゃないな。サメじゃありません。サメは皮が必要なので、見かけたら殺すようにしましょう。よいしょ、さあ板、これで OK。 まだあるね。うん、ここは板系しかないのかな。さあちょっともう壊すのは後回しにして、ゴムを優先的に探していきましょうか。どうだろう。あ、これサメ、サメか。サメさん来ましたね。これ撃てるかな。よいしょ。水中では使用できません。ギリギリのところはどうだ。あ、撃てるな、撃てるな。ギリギリのところは撃てますので、海面からよいしょでいきましょう。あー、倒した倒した。さあちゃんと撃ててましたね。さあサメの皮もゲットしました。あとはなんだ、スクラップとかをゴミ箱とか漁って、ひとまずゴムですね。ゴムが欲しい。トラクター、こいつもゴム持ってたのかな。スクラップメタ、やばい、結構長い、間に合わんな。一旦酸素取りましょう。よいしょ、よし、間に合った。さあこれ拾うやつを優先的にした方がゴム集まりそうかな。タイヤの束があれば、タイヤの束を真っ先に狙っていきましょうか。いや、やばいな、これトラクター行くまでで酸素が半分以上減っている。よし、他はないかな。ないな、酸素、取りましょうか。ないな、タイヤありませんね。あとは車とかがあるぐらいか。酸素吸って車から分離。あと硫黄がありますね。ピッケルで硫黄の方は取れますので、ピッケルで硫黄も最後取りましょう。と車、いや、ゴムがないな。ゴムが、コンポーネント、ガラス、スクラップですね。あとはなんだろう、ツールボックス的なのがあればそれを取りたい。上に上がって、上からちょっと酸素吸いながら、うん、タイヤないか探しましょうか。ないかな。ここに横、あ、タイヤあった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 。さあこちらもらおう。ゴム、ゴムゲットですね。よし、あとトラクターの方はこれもいけますね。結構かかる。いけるかな、酸素残ってる間に。いけるかな。さあ一旦これでちょっとインベントリー見て、やっぱインベントリー満タンか。船に置いていきましょう。よいしょ。さあ船にイン、あ、お、チェストの方に、ああ、しまった、チェストから下ろすの忘れてた。さあちょっと失敗しましたね。下ろすのを忘れていましたので、いや、あんまり詰めないな。よし、こんなもんかな。他に重ねられるものとかもありませんので、これでいきましょう。さあ、いっぱいになるまで、とりあえず、荷物を取っていきましょう。このタンクは、タンクは無理と。よいしょ。さあ、ガソリン。あ、ちょっと待って、取れてない。いや、長い長い。え、これ何も取れてないけど、最後の1個なのかな、これ長いのは。スクラップメタル、よし、壊れた。さあやばい、 HP が減ってきますが、まあ仕方ないね。よし、さああとタイヤ系があればもうちょっと取りたいんですけど、ないですかね。さあちょっと奥の方も見ていきましょうか。
車があるぐらいか。床の建物もなさそうですね。これは冷蔵庫かなんかか？よいしょ。冷蔵庫、スクラップですね。いやーもう結構酸素がないな。さあ、欲張って車も取りたい。さあ、これで、ちょっと HP 減りますが、行きましょう。さあ、これで何パーセントかな？よいしょ。さあ、これで、ここは 57% ですね。とりあえず終わらせました。もう少し探索していきましょうかね。箱、チェストに入れていくガソリン。あ、ガソリンは入れてられないのか。スクラップ、種、缶は合体ですね。よし、こんな感じでもうちょっと見ていきましょう。他は車か。スクラップ欲しいけど、ないですね。いや、ゴムがない。全然ないな。ゴムがもうない。よいしょ。さあ、他どこだ？なんかないかな。もう特にはない感じですかね。よいしょ。土管の中とかは？この中もない。さあ、酸素一回吸って道路の方行きましょうか。食べ物も食べないとダメかな。当たってと。よし。さあ、あとはもう高速の破片みたいなところに車があるだけですね。よし。さあ、これを取ったらちょっと移動しましょうか。ああ、こっちになんか潰れた家みたいなのがあるな。潰れた家の方はなんかある？引っかかったらもう終わりそう。ああ、ソファーしかない。危ない危ない。これはあかん。さあ、こんな感じですね。もうここはちょっと一旦離れましょう。わかりやすい場所にはもうありませんので、次の場所を向かいたいと思います。さあ、ちょっと正面にですね、小さい島があって、ミュータントの島となってるんですが、こちらもちょっとなんかオープンなので、少し覗いていこうかな。特になんかいるのかな？あ、いますね。いる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 。待って、大丈夫か？これ。2番じゃない、3番。遠くの方にミュータントっぽいのがいるので、遠くから攻撃してみましょうか。当たってないのかな？よいしょ。あ、届いてない。少し上を狙わないといけないのかな？あ、当たった。当たったぞ。31.5 のダメージですね。ということで、もう一回止まったので、少し上を狙っていく。よしよし、これなら全然倒せそうだな。さあ、どうかな？まだ生きてる。結構強いね。よいしょ。さあ、31.5。倒したのかな？他には、ここにもいます。あれ、なんか、試合場みたいな感じだな。銃を持ってそうな感じのやつがいますね。いや、当たらない。これ当たらないのかな？当たらないな。ちょっと行ってみましょう。危ないかな。ちょっと初めての敵の島ですね。よし、当たった。いなくなった。そしていなくなった。弾は16、24発か。さあ、どうかな？いる？いない？いないな。どっか行ってしまいましたね。ここに倒したやつがいるはず。ああ、なんか出てきた。名前が出ましたね。これ何の名前が出た？小さな岩の、島ではない違う名前が出てきましたが、あ、いるな、いるな。なんか銃みたいなのやっぱり持ってるな。飛び道具持ってるのか。さあ、そして音楽が少し戦闘モードっぽい音楽になりましたね。何匹いるんだここは。さあ、どこにいる？お、危ない危ない危ない。撃ってきた。ここか。ここにいますね。危ない危ない危ない。撃ってきてる撃ってきてる。相手もボウガンかな？相手もボウガンですかね。チカチカ。あ、3匹いるのか。3匹いる。157今与えましたね。誰か。危ない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 。こいつだ。45。ダメージが左上の方に出てますので、ちょっとずつ見ながら行きましょうか。あ、食らってるな。そしていつの間にかちょっとダメージは、食らってますね。しゃがもう。そして、
食べ物食べて若干回復。危ない危ない危ない、撃たれた撃たれた、どこだ、いた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 、よいしょ、危ない危ない、避けながら行こう。よし 31.5、 どこだ、あとは、いやー敵も隠れながら撃ちますね。うーん、いなくなったな、見えないのか、接近したら死ぬかな、怖いけど接近してみましょうか。よいしょ、え、ここにいたのにな。よし、いた、いたいたいた、あ、倒してますね、一体倒してる。よいしょよいしょ、あとどこ、お、音楽は終わったかな。はい、ちょっと覗いていきましょう。音楽が終わったので、ひょっとしたら全員倒したのかもしれませんね。よし、そんなにいっぱいはいなかったので余裕かな。はい、ということで1個島の方を、あー赤いやつがなくなった、で解放した感じですかね。よしよしよし、そしたらこれは鉄ですね、持ってるかな、持ってますね。鉄のインゴットを作るための鉄鉱石を取っていきましょう。おそらくこれ、これだよね、多分スクラップメタルを、溶かすとかいう感じなのかな。さあ、それもちょっとわかりませんが、こちらで取れるだけ取って帰りましょうか。まだあるな、結構ありますね。よいしょ。そして水も飲んじゃおう。よいしょ。さあ、これ取っていく。鉄鉱石。問題はな、ゴムが足りてるのかだね。さあ、鉄鉱石掘ったらさらに下に鉄鉱石出てきましたね。よし。これで、15の17ですね。スタックは5ずつなのか。さあ、これで20と。もうちょいかな。よし。他は、ああ、めちゃくちゃいっぱいあるな。またここは、後で来ましょうかね。他もちょっと探索したい。どっかになんか実みたいなのがあったんですけどね。気のせいかな。さあ、ここから上陸して、ないか。あ、ありましたね。これが気になってたんですけど、やっぱり取れる。あ、レモンか。レモンゲットしました。よしよしよし。他はこの島特有とかあるのかな？他はなさそうですかね。あ、レモンがあると。よしよし、こんな感じで、ああ、なるほど、島に住んでる人を徐々に排除して、その島を解放することができるんですね。よしよし、ということで、材料とかいっぱい集まりましたので、一旦拠点に帰りましょう。さあ、帰ってきましたので、もうちょっとインベントリの方がいっぱいですね。あと、矢もちょっと作っとかないといけないのか。武器の方で、クロス棒の方も少し作っておきましょう。よし、こんな感じですかね。で、建設から、どうしようかな。金属のチェストにするか。あ、これ、どうだろう。金属のバレル。アイテムの保管場所に使用されますと。もうちょっと作ってみよう。どこに、ここに置くか。それとですね、ラフトの時みたいに、ボックスの上にボックスを積むというアイデアもいただきましたので、試してみましょう。あ、これはいけないのか。こちら、金属バレル同士ではいけませんね。金属の箱同士はどうだろう。金属の箱同士も、あ、でもなんか、木の箱と金属とかか、もしくはこのアヒルさん挟んだ状態ならば、積み上げることができそうですね。うん。場所に困ったら、ぜひこれを活用したいと思います。さあ、これはどれぐらい入る？これは金属関係全部突っ込んでおきましょうか。石炭の方、石炭じゃない、炭の方も邪魔なので、ここに突っ込んでおこう。よしよし。さあ、問題は、あとゴムが何個集まったかですね。ゴム今2個しかないので、で、あとは、こちらの箱から見ていこう。さあ、これで、どれぐらいかな？ゴムの、あ、色を変えるようになってる。ゴムが、やばい、4つしか集まってないな。これは無理ですね。かまどは8個だっけな。
必要なのは8なので、もう一回ちょっと探検に行ってきましょう。さあ、なんと音楽変わりましたね。おそらくて、あ、来てる来てる。敵が来てる。しかもなんか飛び道具持ってるやつが来てるぞ。危ない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 。ちょっと待って待って待って。よいしょ。ヘッドショットは概念があるのかな？ああ、まだいる。むちゃくちゃ来てる。あ、これ、あれかな？ミュータントの島を襲ったから怒ってきちゃったのかな？よいしょ。なんか、ガン無視してるな。よいしょ。待って待って待って。なんで建物、やばい。しかも後ろから撃たれてる？なんか来てるな。さあ、つついていこう。よいしょ。何やってんの、こいつ。やめてやめて。ガン無視されてますね。よし。まだいる。なんか撃ってきてますね。嫌な奴がいるな。よいしょ。さあ、こいつ、なんか、ボウガン飛ばしてるのかな？はい。倒したかな？さあ、こんだけですかね。わあ、びっくりした。ちょっと報復的なのがひょっとしたらあるんですかね。いきなり攻撃されました。なんとかまあ、強くないんで撃退はできましたね。方角的にはどこだ？上の方から来たのか、まあ、ミュータントの居住からこちら側に来たかの問題ですが、いや、びっくりしたな。ということで、まあ、なんとか撃退はできましたので、まあ、問題なくいけました。あ、ではですね、アパートメントと未知の遺跡の方がまだパーセンテージ低いので、こちらを探しに行きましょう。もうそろそろかな？あ、まだハテナの方も結構ありますね。さあ、ここかな？よいしょ。さあ、ここで、降りて探していきましょうか。こういう建物は確か前回行った気がするけど、あ、まだありますね。よいしょ。食べ物とかですね。漁っていきましょう。ジュース。ああ、ゴムとかあるかな、まだ。さあ、あってもらいたいもんですね。ゴム、あと2つばかしですね。バックパックの研究に使ってしまいましたので、さらに取らないといけないという感じになってます。酸素吸って、トラクターの方をちょっと取りましょうか。タイヤみたいなのは今のところ見えないな。さあ、こちらの方を取っていきましょう。これ時間かかりますからね。しっかりと取っていきます。よし。さあ、大丈夫かな？ガラスとスクラップですね。ガラスは結構まだ使ってないので、今後に期待しましょう。よしよしよし。さあ、あとはタイヤだよな。タイヤがあればいいんですが、タイヤがちょっと分かりませんね。ないかな。さあ、車。建物の中はだいたい回収してあるのかな？あ、ここは回収してないですね。そうか。建物も回収していく。よいしょ。さあ、スタミナがあるうちに壊したい。あ、ないな。ゴミ箱がありますね。ゴミ箱は漁っていきましょう。よいしょ。さあ、こちらは、あとインベントリーは3つか。ちょっときつい。あ、ゴム1個手に入れていますね。よし。さあ、そしたらゴミ箱を漁りましょう。よいしょ。ここを漁っていく。なんだこれは。ゴムあったな。ゴムありましたね。他はない。タイヤはないな。さあ、ここも、よいしょ。一旦。あ、そうだ。あと、魚も取らないといけないんですよね。魚の皮がバックパック作るには必要みたいですので、魚も取っていきましょう。よいしょ。さあ、チェストの中にいらないものは突っ込んでいくと。こんな感じでいいかな。食べ物と矢だけ持っていきましょうか。他はどうかな。これはなんだ？ゴミ箱かな？関係なし。布ですね。洗濯機みたいなやつは布がいっぱいあります。スクラップ。スクラップは、これ、スクラップしか見つからないのかな？さ、鉱石もちょこちょこありますね。ゴムがもっと欲しい。ゴムがあれば、
タイヤ1個分ぐらいでいいんですけどね。ゴムが欲しいです。さあ、これも取って、車。これもスクラップと布だけかな。ゴミ箱とか漁るの方が早いかな。あ、これ電子部品がもらえる。よいしょ。あ、これで、やばいな。ゴムなしでは帰れませんね。さあ、トラックの方行きましょうか。トラックを発見。あ、タイヤ。タイヤ来た。タイヤが来た。え、でもこれ、取った。あ、危なかった。2個しかないので、もう取ったやつかと思いましたね。よし、これでかまどは作れますね。よし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 。あ、これは取ってないよね。取ってない。コンポーネント。あ、ゴムさらにゲットですね。嬉しい、嬉しい、嬉しい。いや、トラックいいね、トラック。トラックゴムいっぱいだ。よし。さあ、これで一旦酸素を取りましょう。いやー、嬉しいね。よし、これでまだもうちょっと持って、え、ちょっと待って、なんだこれ？ガスマスク。ガスマスクをゲットしていますね。ああ、こんなものも、え、今、見てなかったけど、どこで取ったんだろう。さあ、どこで取ったのかわからないうちにガスマスクゲットしていました。よし。さあ、あとは、こっちにあるゴミ箱とか漁っていきましょう。これ、ゴミ箱とか漁った方が、いろいろもらえるのかな。さあ、これ、スクラップと電子部品ですね。あ、トラック沈んでる、トラック。そして、ツールボックスもありますね。よいしょ。ツールボックス、取れたかな？全部取れた？全部取れましたかね。さあ、あとトラックをちょっと漁って帰りましょうか。まだ持つには持てますね。お腹がちょっと空いてるので、魚食べましょう。よし。さあ、トラックを最後にしていこう。さあ、トラック。ここだ、ガラス、ガソリン。いや、これ、あれか。トラクターと同じ感じですね。トラクターとトラック。2種類のタイプがあるのか。残念ですが、まあこんなもんかな。ひとまず目標のゴムは取れましたので、一旦これで拠点に帰りたいと思います。さあ、戻ってきましたので、かまどですね。かまどが作れるはずなので、かまど作っていきましょう。あと木材か。あ、そしてかなりちょっと狭くなってきましたね。ちょっと、いやー、面積も増やしたいな。ちょっと伸ばそう。敵が攻めてくるので、できたらこちら側に伸ばすか。でっかい岩のところに向かって伸ばしていきましょうかね。あ、そっか。あと、建築ハンマーみたいなのも作っていかないとダメなの。あー、強化基礎はインゴと必要としていますね。よいしょ。これあれかな。壁壊すのにも、ハンマーが必要なのかな？そういう感じですかね。あ、やばい。もう岩で乗せられない。ということで、ここまでにする。ハンマー、これですね。修理用のハンマーをひょっとしたら作らないといけないのかもしれません。ロープ2つに、なんだ？必要なのはどれ？あとは木材ですね。木材の方をちょっと取ってきましょう。よいしょ。で、修理用ハンマーができると。これはどこだ？バケツに装備していきましょうかね。2、4、5番。で、あ、解体する。いけますね。よしよしよし。問題はこれ、どこなんだろうな。研究テーブルとかは運べるのかな？そこが問題ですね。よいしょ。あー、そして壊れてる。やばいやばいやばい。これ壊れてるぞ。修理する。修理は、品物はいらないのかな？いやー、意外と攻撃されてますね。気をつけないと危ないです。そしては解体しましたので、こちらの方に、どんどん、作っていきましょう。拡張しましたね。ただ、ちょっと荷物の場所を移動することができませんね。ひょっとしたらこれ一回壊してからもう一回組み立てないといけないのかもしれません。それと意味は特にありませんが、2階部分も作ってみました。まあ敵が攻めてきたらこっから攻撃とかも
できればいいかなと思っています。窓も意味不明につけてみましたね。ということでちょっと拡張しましたので、まあ、ここをしっかりと使っていけたらいいかなと思います。どうなんだろうな、これ壊すしかないのではかなり困るんですけど、荷物を、これですね、移動することがちょっと分かりませんね。さあ、ということで、まあちょっと今は資源に余裕がないので、資源の余裕ができた時に一旦壊して作り直しましょう。で、今回のメインはこちら、かまどですね。あとはスクラップがあれば OK ということなので、スクラップ取ってどうしようかな。敵が攻めても壊されないような場所がいいんですけど、ここかな、ここに置いておきましょうか。よしよし、ついにかまどができましたね。木材を置いていく。木材が10個まで置けますね。10個まで置いて、鉄鉱石か、それともスクラップかですよね。スクラップは今のところ持ってても反応していないので、鉄鉱石かな、やっぱり。こちらを10個置いてみましょう。あ、やっぱり鉄鉱石ですね。あ、しかも1個しか置けないということなので、9個ですね。ああ、そうなんだ。1個ずつ溶かすという感じみたいです。で、これもしばらくすると出来上がるみたいで、しばらく待たないといけませんね。ということで、ストレージの方が、ここにあった方が便利かな？鉄類を入れるストレージをここに作って、こちらの方に、鉄のものを入れていくことにしましょう。よしよし。ではちょっと一旦掃除ですね、片付けしながら整頓したいと思います。今研究台を見たら冷蔵庫の方が作れますので、冷蔵庫もちょっと作っていきましょうか。これ食べ物保管するのに役立ちそうですね。どこにあるんだろう。冷蔵庫はどこだ、建設なのかな、これの食事関係ですかね。ないな。さあ、建物、道具、冷蔵庫どこだ、これですね。アイテムの保管に使用されますということで、電子部品5個使いますが、こちら作ってみましょう。どこがいいかな、ここですかね。ちょっと食べ物作る、入れとく場所にしましょう。なんだろう、そんなに変わってた感じはしませんが、まあ食べ物目安というのが分かりますかね。あ、インゴット、そしてできましたね。木炭も取れるということで、今インゴット2つ、あ、ちょっと待って待って待って、もうまたか、またなのか。え、ちょっと待って、どこだ、どっかから来てますね。音楽が変わったと思ったけど、どこだろう。来てる様子が、わあ、いた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 、だやばい、いっぱい来てるな。そして全然見えない。何人来てる？わあ、めちゃくちゃ来てるんだけど。マジか。さあ、暗くてちょっと見づらいですが、めちゃくちゃ来てますね。やばいやばい、近接用の敵が来た。さあ、こいつはなんか、戦士なのかな？よいしょ。はい。何人来たんだろう。むっちゃぶっ壊されてますね。ちょっと接近して、走っていくか。よいしょ。よいしょ。あ、撃たれてる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 。マジか。どこだ？やばいな。どっかから撃たれてますね。こいつか。ほら。ほら、ほら。ついていこう。ついていこう。ついていこう。やばい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 。さあ。よいしょ。あー、強い。しかも、もう動けない。こっち動けないぞ。よいしょ。危ない危ない危ない。よいしょ。2日連続で攻めてくるの？やばいやばいやばい、死ぬ。危ない。危ない危ない危ない。食べ物がない。食べ物がありませんね。食べ物何かゲットしましょう。しかも、バンテージを、ないないない。イチゴじゃ回復しない？イチゴじゃ回復しない。あー、死んでしまいましたね。なんてこった。さあ、倒したんですけど、出血でやられてしまいましたね。ということで、シンプルなベッドで復活しましょう。まだ生きてるのかな？
あ、バックバック、これか。すべて取ると。おお、びっくりした。で、イチゴを食べて、とりあえずは回復しましょう。よし、まだいるね。ちょっとどこだ？暗くて全然見えないな。どこ？いる？いや、暗くて見えない。さあ、こんなに、これ何？あ、いたいたいた。ミュータントの島を襲ったらこんなになっちゃったんですかね。よいしょと。はい。どうだ？終わった？終わりましたね。いやー、やられたな。ちょっと後で修理の方はしたいと思いますが、いや、暗いと本当にもう敵わかりませんので、こちらの方敵の対策もいろいろ考えていきたいと思います。はい、ということで今日はまあメインとしてはかまどを作ってインゴットの方出来上がりましたので、まあ、今後もインゴットの方をどんどん作って鉄関係ですね、作っていきたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。